創刊ウォーターファの秘密基地。ウォーターファの秘密基地セイバー。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。今日紹介するおもちゃはこれだ。仮面ライダーセイバーデラックスディアゴスピーディーワンダーライドブックだ。おー、全国の玩具野郎集結せよ。今回の動画が面白かったらチャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それからちびっこもぜひ大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こう。同じ発売日のデラックスニードルヘッジホックワンダーライドブック、こっちもね順次レビューします。楽しみにしててね。はあ、これめっちゃ楽しみにしてました。これはね、ワンダーライドブックがこうねバイクに変形するやつ、これは劇中にも登場してますね。でさ、これ何がいいってさ、ディアゴスピーディーっていうこの名前いいよね。なんかこう間違えちゃいそう。創刊号はいくらいくらみたいな、あの雑誌を思い浮かべます。遊び方。別売りのね、デラックス聖剣ソードライバーと連動遊びができたりとか、ワンダーライドブックがバイクに変形。それからディアゴスピーディーワンダーライドブックの音声遊び。それから別売りのね、RKF。これをね、乗せることができると。さあ、それではね、中身を取り出します。まずはね、ワンダーライドブックモードから、じっくり見ていこう!じゃん!取り出しました!これが、ディアゴスピーディー、ワンダーライドブック。絵柄はこのようになっていてね、こうバイクが映っています。横。横はね、厚みがあります。それから、後ろ。ここにね、スピーカーがあって、あらかじめボタン電池がセットされています。でね、ボタンがこれ。でね、通常のワンダーライドブックと比較するとこんな感じ。少し高さがあって、横の厚みが違います。こんな感じ。さあ、それではね、音声聞いていこう。2種類。いきます。創刊。この創刊の層は走るなんだよね。おー、バイクの走行音が聞こえました。さあ、それではね、バイクモードに変形させます。で、変形させるときに音声が流れます。一回ちょっとそれを聞こう。ボタンを押すんですね。そうすると、ページが開きます。これ最高だな。ちょっと、なんて歌ってたかな?もう一回聞いてみたい。エンジン休館。創刊号は380円みたいな。こういうね、音声が流れます。さあ、このまま変形させます。手順はすごくシンプル。このまま、ここまで持ってきて、今度は横を開く。こう。そしたら、このパーツを上に起こし、ロック。で、今度はね、ここにハンドルがあって、これを展開したら、このパーツを、上に起こせば、これで完成!バイクモード!これ面白いね。で、このバイクモードの時に音声があります。ボタンはここ。ブンブン、ブンブン。速音。ディアゴスピーディーと走行音という感じですね。元に戻そう。面白いね、これ。変形もシンプルで、いい感じですね。一回変形させると、こう、なんていうのかな、簡単に覚えられます。
エンジン急患。こんな感じ。さあ、そして最後はベルトとの連動遊び。こっち側にセットします。さっきの音声がこの本体からね流れていました。このワンダーライトブックからね流れていました。必殺技いこう。ちなみにこの本を倒す必殺技もあるんだけど、これはねできないですね。こういう風になります。あとは最後は、リード。こんな感じの音声ですね。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回の仮面ライダーセイバーデラックスディアゴスピーディーワンダーライドブックのレビューいかがだったでしょうか。これ、ね、一緒に触って遊んだ気持ちになってもらえてなら本当に嬉しく思います。いいね、この仮面ライダーセイバーのこう相棒というのかな、このバイク。音声がまず楽しいし、この名前も気に入ったね僕はね、偏見もシンプルでとっても気に入りました。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕はツイッターもやっています。ツイッターのフォローも、どうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。またねー。ガングヤの仕掛けせよ、ミッションを繰り出せよ。変形合体憧れてた夢のトランスフォーム、ワタファの秘密基地。